こんばんは、作曲家の和田貴文でございます。今日はたびたび私がよく話に出しているモニタースピーカーとかヘッドホンとかそういったもので低音のジャッジが私にとっては大事だということをいつも言ってるんですけれども、私は自分のことをローカット魔人だとか積極的にローカットをするタイプの人間なので、ここをですね闇雲にローカットするということがやはりできないんですね。でですね、今日はあなたのモニターはどこまで低音がジャッジできますかというテーマでですね素材を使って実験をしてみたいと思います。最初に2つの音源を聞いていただきましたが、音の違い分かりましたか？多分なんとなく違いは分かるけど何が起きてるのかは分からないといったこともあるかもしれませんね。では実際にですね何をしているのか見ていきましょう。1つ目に聞いたのが元の素材です。はい、それでは2つ目に聞いたものがですね、ローエンドの方に EQ をかけたものです。こういった感じでローカットと 40Hz にベルで入れてますね。で、57Hz にブーストでちょっとだけ入れてます。この 57Hz は 1dB、40Hz もマイナス 1dB。ローカットがですね、24Hz で、12dB オクターブですね。ということで、結構下の方の帯域なんですね。これで聞いてみましょう。もう一回交互に聞いてみますよ。はい。この違い分かりますか？では、これを順番にこの1個ずつオンオフして聞いていきます。では、まずこの 57Hz ですね。ここは意外と分かりやすいんじゃないかなと思います。ただし、1dB の差なので、この 1dB の差が聞き取れるかどうかというところですね。まずはバイパスから。はい、次に 40Hz ですね。 40Hz1dB カットするものですね。これもたった 1dB の差なので、これが分かるかどうかちょっと聞いてみてください。まずはバイパスから。最後にこのローカットですね、いわゆるハイパスフィルターというもので 24Hz のところに 12dB オクターブというカーブで入れます。バイパスから聞きます。いかがですか？結構これも分かりやすいんじゃないかなと思います。では最後にもう一度この3つ入れたものを交互に聞いていきたいと思います。といった感じで、一番ローエンドの部分ですね。この今サンプルはですねたっぷりと入っているので、ヘッドホンなんかでも意外とわかると思います。ただ、こういった分かりやすい音像で低音がたっぷり入っているものっていうのは、ミックスでは確かに調整はしやすいんですが、いろんな音が重なっていて中低域にいっぱい溜まった状態、いろんな楽器が団子になっちゃってる状態だとですね、相対的にここが聞き取りにくくなるんですね。なのでさらにこれよりも聞き取るのが難しくなります。マスキングされちゃってる状態ですね。なかなか大きいスピーカーやしっかりローエンドの出るヘッドホンを使っていないと、この辺がジャッジできていなくてですね、意図しない低音でマスキングされていたりですね、これは低音だけじゃなくて高音部の倍音にも影響を与えるものなので、なんかすっきりしないだとか、あとはピークがやたらと出てしまうとかいった時はこの辺の低音が整理されていないという可能性もありますので、ローエンドがですねしっかりとジャッジできるモニタースピーカーやヘッドホンを使用したいなと私は思っております。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。